昔ある人が、人間には手紙を書くのが好きな人と手紙を書くのが苦手な人がいると言っていた。私の友達の中にはみんな手紙を書くのが好きな人がいて、私は彼らにいつも助けられてきたような気がする。寂しくなった時とか悲しくなった時とかに、いつも彼らにもらって手紙を読んで、私はいつも慰められてきたような気がします。遠く離れていても、いつも私たちはすごく近くに住んでるような気がして、すごく不思議な関係なんだけれども、私たちは強い絆で結ばれているような気がする。 Dream of youth Dream of youth Dream of youth は死んでいません。彼の書く文章に、退屈な人は退屈な人間ではないというのがあって、その頃いつも生活に飽きていて退屈だった私は、何かを始めようという気になることができたような気がする。ラーメンシティ USA は私に、この世の中にはすごく素敵なバンドがいることを教えてくれた。Dream of youth Dream 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 of youth